まあ、というわけで、うん、なんか今日遅れたみたいね。そう、そうなんよ。なんかいつもやったらこんな状態やけど、まあ、そう、今日ね、お飲み始めに駅、めちゃくちゃです。撮影なんで認めないんですか。この人が、あ、こいつら言い訳してるよ、本当に。 JR 西には苦情の電話出すわ。なん、NHK とかいろんなそういう撮影しフリージャーナリストとか、こういう人が撮影してる。なんで我々だけ認めないんや。俺、報道の自由の侵害やぞ。分かってるのか、自民党、公明党。いや、安倍晋三、お前が命令か。水木には、お前が命令したんか、世界中に。これ、これ以上するとね。東京都23区だけ、この滋賀県も、全域、四国全域も、戦争になるぞ、本当に。俺が首相になったら一気になるぞ。ちょうどいいや。安倍晋三の8年間にある軍拡で、どれぐらい自衛隊強くとか、試したらいいな。そういうことや。お前に宣戦布告、喧嘩打ったら、どうぞいくらでも通報せよ。見ない見ない。お前が通報してたんか、テロリストのもん。2月大統領、この前と滋賀県全域戦争になるぞ。分かってるよな。7000名近い兵力で駐留、占領する方針がある。これで占領できるわ。高島にいる部隊じゃ全然足りんから。だから小松やな、舞鶴からも、援軍で、な、して奴らを潰すこと。そういうことや。もう大抵の戦争をします。どうでしょう、アメリカ、皆さん期待してたんでしょ。マイク・ポンペオさん、トランプさん、それ、ああいうことや、革命起こしたらって。ああ日本、もうすぐ革命起こります。ああ起こるで。ああ、アメリカ自民党公明党強行採決したら、お前ら戦争やぞ。分かってるんやろな。もう戦争やぞ。もう軍事力で潰すと。そういうことや。もう滋賀県報道の自由度最悪、情弱や。はっきり言うよ、情弱。 JR 西日本の本社に苦情出すぞ。本社に苦情出すぞ、これ。苦情出すぞ、この件。お前らも命令受けたんか、水木屋の。さすが世界最高のテロリスト、水木屋の命令か。あー怖ー、あんなやつの命令、日本動いてた。恐ろしいね、本当に。俺はアメリカの JR のメンツたちも、俺はビビるわ。俺はこいつ世界最高のテロリストやから、俺はビビるわ、世界中。そういうことや、人が映ってるで。おい、大宮さん、宮城さん、お前のとこに電話するぞ、区長。お前の命令か、これはマイナンバー機。この長浜全域爆撃するぞ、俺の命令発したら。だから爆撃するぞ、悪いことじゃねえよ。対テロ戦争で決着や。そうでしょ、トランプさん、バイデンさん。これを望んでたんでしょ。まあ、俺はレインブラックだよ。あの、やしゃす。血清や、もう忍術。流血忍術派で対抗や。スロビキみたいな勢力結成した、結成しました。まあこういうことですね。もういいや、滋賀県給付結婚や。俺の件で苦情が来たんや。まあ、人権侵害して発覚してな。はい、こちらなんだけど、北大宮内の北部の、ね、駅の改札ね、もう電子化してるんです。さあ、庭間びっくりした、本当に。もっときこれぐらいのこう施設かなと思ったんや。もうさあ、こと JR 四国とんでもないことや。もう多分松山とか庭間、もうちょっときれいにしたら、 JR 四国かわいそうや、あれは。もう、あ、庭間のさ、ちゃんと長野時のさ、さす佐渡の首相になったすぐ首脳会になった。ちょっと飯島かも、お前もや、お前もちょっと来い。何規制延長や、何が罰則強化しろ。お前らそんなにテロをやりたいんか、テロリズム広めたいんか。意外にせんと、見返せたいぞ。銃殺刑下すぞ、笑い事じゃない、銃殺刑や。お前らも水際の傀儡かい。容赦せんぞ、本当に。対テロ戦争で決着や。もう容赦しねえ。もう日本もうすぐ革命起こるよ。もうもうあちこちで抗議運動多発してるんや。無理、もう俺が報道してもだよ、ね、あちこち報道してたやん、自然環境。いいんや、やらせるんですよ。もういいんや、やらせんでも俺はどうでもいいんや。ちゃんと抗議運動してたの事実やん。うん、また、だ東京に関しては人権侵害多かった、むっちゃひどかった。そう、滋賀県と同じや、こういうことや。ああ、しようか、滋賀県。むちゃくちゃな、東京色強いでは。さあ、大津も東京色強かったやん、木本と九南。むっちゃ強かったやん。ああ、道理でな。ああ、報道の自由再開です。何やけど、報道の自由再開。
あっちの反応らもね、新山港みたいな現状になってるよ。そう、今自然公園化してもたよ。そういうことです。まあまた言うわ。はい、な木本駅の状況でした。以上。